ということで今日はさっきほどまでね、ナンバーズテックエビでお家でバーベキューの配信をしまして、見てくださった皆さんありがとうございました。なんでもいいよ、そう、なんの投票でもないから適当で。そう、配信の中でもあったんだけど、なんとね、なんかナンバーグランド花月の1階にある吉田子さんで私たちが考えたレシピが実際に販売されることになりました。やったー、嬉しい、とっても嬉しい、ありがとうございます。本当に楽しみ。なんかそうやってさ、なんか何こうね、自分が考えたものをいろんな人に食べてもらうというのはとても嬉しいし、みんな食べてきてください。10月1日から10月31日まで期間限定でオリジナルメニュー販売されますので、そちらもよろしくお願いします。そしてね、ちょっと変でになるけど、この NMB48 お料理大好き部武田バーベキュー先生とレッツおうちご飯ブックは9月26日発売なので、こちらもよろしくお願いします。これもね、もう中身がね、すごい、ちょっとチラ見せしちゃうと全然見えんけど、なんかレシピもやし、メンバーの写真もたっぷり載って、なんか私も見たことないレシピとかいっぱいあって、でもこれ片っ端から全部作っていこうと思って、本当になんか何十個も載ってるから。そうなのよ、結構そう、分厚くて大きくて大容量で。そしてね、この本を買ってくれた人だけにスマホ壁紙&スペシャル動画という特典もついてて、これはね2020年10月26日までなので、まあ皆様ぜひね、お早めにゲットよろしくお願いします。そう、なんかこうね、結構メンバーの私服でエプロンとかのページもあったり、そう、結構おしゃれなこだわりとかいろいろあったりして、お楽しみによろしくお願いします。そうそうそう、そしてねもう一個待ってね、こっちもね、今日発売のラーメンウォーカーさんに載せていただいてますので、皆さんこちらもゲットしてくださいましたでしょうか。まだの方はぜひね、関西以外やったらちょっとあれなんかな、ネットとかになるんかもしれんけど、これも今日発売なんでよろしくお願いします。もうこれ本当ラーメンめっちゃ食べたくなる。もうなんか本当にさ、これはもう皆さんご存知の通り、もうラーメンがいっぱい載ってるから、そうなの、うわ楽しみ、ラーメン食べに行きたい、ラーメン食べたい。そう、私と安田百音さんと南ハーサちゃんで3人でね、ラーメンいろんなお店回ってきたので、いや本当にこれはね、もう必見ですね。いいね、みんな2時間ラーメンもぜひチェックしてください。どっちもね、9月はね、9月30日に月刊エンタメさんの発売もありますし、まだ1個ちょっと告知できてないんだけど、もう1個発売されるものもあるので、あとこの4つを皆さんゲットしてください。バーイなんか告知することがいっぱいあって嬉しい限りでございます。告知が本当にねまだたくさんありますので、よろしくお願いします。10月もね、もう今で2つあるからよろしくね嬉しい嬉しい、こうやっていろいろ生まれてきてね。エンタメさんは9月30日です。
そう、じゃあね、その告知をしに来たんじゃなくて、今日はなんか大事なお話を、大事なお話っていうか、そう、みんなも気になってる人もいるであろう話なんですけど、明日12時から始まるショールームのイベントで、そのエモストっていう NMB の地上波の特別番組をかけたものが、はい、イベントが始まるんですけど、私もそれに参加しようと思いまして、はいそうなんです。ショールームイベントって結構ね、みんなもう大変なあれやと思うけど、そうなんです、初参加しようと思っています。そうだから今日はこのちょっとね、今日は星をみんなに置いといてもらおうっていうあれで今投票画面にしてるんだけど、そうそう、すごい考えて、もう今日立候補してたんだけど、でもやっぱり迷って、そう今日っていうギリギリになっちゃったんだけどね。でもやっぱりこう地上波でロケをさせてもらえるんだけど、上位5人までが、でもそう、やっぱりそんな機会ないしさ、今ってこう NMB まなぶくんとかそういうのもなくて、そう、そういうアピールするね場があれなので、やっぱり出たいという気持ちと、そうそうそう、あとはね、そう、ロケもねなかなかしたことないし、ほとんどロケとかやし、そう、積極性は大事よっていうコメントもあるんやけど、なんかそうなんですよね。なんか昔ね、昔っていうか、こう積極性が足りないと言われたことがあって、今日なんか私鉄砲隊のね投票期間とかも、なんかショールーム配信をたくさんするとかじゃなくてこうなんか冠ライブをするとかそういうあれをしてたけど、やっぱそういうのじゃ伝わりづらかったのかなと思って、こういうイベントに参加するということに決めました。はい、なんか皆さんにもね応援していただければなと、とてもとても思いますので、明日から10日間なんですけど、ぜひともよろしくお願いします。うわびっくりした、ごめんごめんごめん、めっちゃごめん。スマホが運転しなくて今世紀一番おじさんな声出た私ごめんそうやから、なんかショールームイベント初めてでさ今のはなかったことにしました。ショールームイベント初めてやから、なんか星3周みたいなのをね結構調べて、なんかこうあれしたんだけど、そう、ちょっと合ってるか分からんから、そんなところもね今日みんなとなんか確認しながらやっていこうかなと思うんやけどさ、ちょっと投票じゃなくてもいい可能性あるよね。みんな1と20が最初と最後やから適当にマジック投げたんやろうけど、だからそう、でもやっぱりその5位までに入るのはそうやけど、その目標でもあるけどね、一番の。やけどなんか私的に勝手な裏テーマなんやけど、こうなんか見てて楽しい配信にすることと、うん、そうやな、なんか10日間って結構今までのショールームイベントより長いのかな。だからね、なんか配信スケジュールはちょっと明日の分だけだけど立ててみたんだけどね、
構でもなんか星投げ3周みたいなのってあれなのかな、改めてこう説明というかした方がいいのかな。結構もうなんかショールームイベント何回目かやからあれなんかなと思うけど、ちょっとこれは全然仮やから変わる可能性もあんねんけど、あ、なんかこれちょっとちゃんと立ててないな。そう、待って、一回確認するけどさ、なんか例えば30分枠で配信するとしたら、配信が始まる1時間45分前までに星をまあ満タンにしておいて、で配信が始まる45分前にこうどっかのルームに一つだけ入って、このいわゆる捨て星って言われてるやつをして、それから配信が始まったら星を投げて15分後から一応集めれるようになるから、それで3周できるっていうので合ってますかね。私もネット見ながらさそういう解釈で合ってるのがちょっと不安やったけど、そう、あ、正解ですかね、よかったそう、でも考えてみれば別にそんな複雑でもないんよね。ただ1時間45分前と45分前っていう感じ、まあ別に45分前じゃなくてもいいんですよね、何分前でもいいけど、1時間は星を集めれる数に限りがあるからそうだよね、そういうのも、そういうことを、星を3回投げようと思ったら1回の配信でそういうのをしなきゃいけないってことやんな理解力そんなないけど、そうだから配信と配信の間をできれば3時間空けばいいのかな、3時間空けばいいのかな、ぐらいかな。最低でも30分枠で配信するなら2時間半は必要ってことよね、多分配信終わってから、配信と配信の間は、そう、まあ3周するならね、合ってますかね私もさ本当になんかネットを見ながらやってて、3時間あればまあ安心、ゆゆのゆっちゃんみたいな、そう、だからあれよね、私がタイムテーブルっていうかスケジュール作るのが難しいね。レインボーの星、レインボーの星はなんか他の星よりポイントが多いんだよね。でもあんまりもう持ってない人ないんじゃないかな、持ってる人か、持ってる人、あー、カウント配信ね、確かにそれも大事やな。そうだね、みんながさ何時に配信見れるかっていうのもメモっとこう。あれやね、朝とかはやっぱもう星、レインボーの星結構もう使っちゃったみたいな人もおるんじゃ、あ、みんな持ってる、じゃあそれもねぜひ明日以降投げていただければとっても嬉しいです。そう、ツイッターの連携はねもう今日のうちに絶対にしておいていただきたいし、あった、まあ投げ切っちゃったらねしょうがない。私も昔 NMB のメンバーがイベントやった時に全部使っちゃったからそういう人も結構見るんじゃないかなと思うけど、そうなんだよね。私もでもお昼間がちょっと、まあ、全然まだスケジュールわかんないからあれやけど、明日のやつを一回考えてみたんですけど、考えれてないな、これ途中までしかメモってないな。もうちゃんとメモっておいてくれればよかったのに。とりあえず明日12時から始まるから12時から
12時半かな。それで、うん、このメモ古い。いやでもなんか結構ね緊張してる。うん、なんか今まで私も死ぬまでショールームイベント参加戦もちゃうかなと思ってたんやけど、まさかねやっぱ参加する日が来るとはって感じですね。12時から12時半まで配信するとするやん明日。そしたらその後何時から配信したらいいんやろ。15時半なんか配信時間の間をねどれぐらい空けたらいいのかっていうのがちょっと難しくて、でも15時半だったらまあ星を集めてのんびりできるってことかな。2時半以降ね、2時間空けないといけんのね。メモっとこ全部メモっとこ。10時半か15時。なるほどね、15時にしよう。15時から15時半にします。なんですけどちょっとそこから8時ぐらいまで配信できないから、その後が20時とかになっちゃうんだよね。まあそうだよね、3週とかってなんか私考えたんですけど、めっちゃさ15分枠でちょこちょこいっぱいするより普通になんか15分やったらさ星集めてる間に配信終わっちゃったとかありそう。3週って多分むずいし大変やから、そんなする人もどちらかといえば少ないと思うからさ、そうやったら30分とかの方がいいと思うよね。けど日によるなんか全然、朝とかえどうなんやろうなと思ってて、朝なんか朝5時とかに配信してもさあれやんな、だってどないなもんなんでしょうか。今何分やってるか分からんかった。1時間半、やば。えちょっと頭分からんくなった頭分からんくなった。5時はちょっとね、待ってこれやったらさ20時半までやったら22時半からやって20んアホになった。ちょっと一回立てて一回意見をもらおう。こうかな一回立ってみたいんけど、ごめんめっちゃ殴り書きで、最初12時から12時45分、15時から15時半、20時から20時半、22時から22時半、23時から最後までなんか分からへんわ、ほんまにそういう感じ。ストップウォッチなんかさ使ってるイメージあったからストップウォッチ買ってきた今日12時。いつも01個で書いちゃうんだよね、これ変なんかな。いやちょっと分からんわ、なんかどう組んだらいいんか
分からんな。うんうん、もうでもそうな感じかな。こんな感じかな。みんな頭悩ましてる。なんかでもさあ、そんなお天気なこと言うのもあれやけど、そうやってなんかみんなで頭を悩ましてるのもあれですね、悲しいもんですね。ゼロ1個って変なの。私いつもこれやねんけど、ゼロ1個変なんだ。あら、なんてこった。なんで、なんでこれ、多分あんま良くないスケジュール。この時間がちょっと間ができんからさ、そういうのをどう立てるかが難しいな。難しいな。カウント枠か、カウント枠、カウント枠ってなんかいいね。12時から30分でいいや。どこに入れたらいいんやろ。16時台はできる。17時から19時はちょっと厳しい。ドラさんみんなイベント始めて、みんなねこうそういうのなんか、でもあれなんかな、そういうさ、ドラさんって結構争い事を同期は避けながら生きてきたけど、なんかこう鉄砲隊のイベントとかでさ争うことを初めて経験してさ、でこうショールームイベントも初めて経験してさ、なんか浦さんも変わっていってるんちゃうかな。ごめん誰目線って感じやねんけどさ。はい、そうそうそう、なんかやっぱ夜の時間に配信した方がいいよね。でも これで2時間でしょ。そうやったら、あ、雨だ。めっちゃ分からんなってきたわ。めっちゃ分からんなってきたわ。夜中24時までしかできんからさ。そう、朝5時から夜24時までっていうね。ちょっとさ、19日以降のも考えたいんだけどさ、私お話し会、 AKB のお話し会何時から何時か分かんなくてさ。いえ、あ、なんかめっちゃどんどん汚くなっていくけど、これ絶対さ、うわ、02個になった、02個になった。そんな自慢することじゃないんだけど、12時から12時半、15時から15時半、16時45分から17時、20時から20時半、2時間15分、これでいいかな。これでいいかな。ごめん、マジで汚くてごめん。明日は、
多分あんまりいいスケジュールじゃないんやろうけど、ちょっとその辺は勉強しながら、他のメンバーのさタイムテーブルとかも見つつ、なんかなるほどねみたいな。いけ、3週する人よりさ2週の人の方が絶対圧倒的に多いからさ、そうみんなお仕事もあるしね、なんかそうできる時に来てください。平日はね、ちょっとわからんわ、スケジュール伝統前日とかならんとなかなかねあれなんですけど、まあ毎日ね変わっちゃうけども、まあそんなわけでよろしくお願いします。星をね集めて投げるっていうのをしていただければ幸いです。なんかなんかすごいな、すごいなって言ったらあれやねんけど、でも頑張ろうって気持ちが、みんな、ちょっと私今私の個人的な裏テーマがさ、ごめんとか申し訳ないとかを言わんっていう一人で目標を立ててて、10日間書いとこ何でも書くから、俺は書いてちょっと画面の向こうに貼っとこ、自分でカメラの向こう側に見えるところに。ごめんと申し訳ないは言わない。遅刻したらごめんって言う遅刻したらマジで超謝る、土下座するけど10日間もさ、ただこんな喋ったとは喋ることなくなるからさ、そうなんや、ね、配信こういうのしようかなみたいなのもなんか思いつき次第メモってるんやけど、なんかこんなんしてほしいなみたいなあったら全然言ってね。そう、あとはなんかこの期間に普通にファンを増やすっていうのも勝手な目標にしてます。ショールームさ、なんか普段私の配信見に来ん人も絶対さ拾いながらとかでも見に来たりするからさ、それはね、そうみんなで、でもさみんなね星集めに行ってくれたりしとったら配信見てられんかもしれんけど、難しい、配信が楽しいと星集めサボりがちになっちゃったら難しいね。でもたこ焼きの粉めっちゃ残ってるから、たこ焼き配信はもう明日にでもしたいぐらい。コスプレね、コスプレはメモってた。確かに2つのあのパソコンとかでやったらいろいろ見れるのか。最近若ぽんが気になってしょうがない、それはもう好きなんやわごめんそんな変なこと言ってたこ焼きさマジでサバ中に入れるの超楽しいから本当にやってほしい。なんか筋トレとかストレッチとかさそういう系はやりたいな、お家で本当にめっとるから。ワカポンのサバ焼きぜひ食べてください。え、それ思った、なんか朝配信どうせするんやったらさ時間も短いんやって、15分配信するんやったら
そうラジオ体操できちゃうやんと思って、そう私この夏はこのためにラジオ体操しなかったんですごめんごめんそれはごめん、嘘やわ、嘘やけどラジオ体操はこの時のためにとっておきましたごめんってめっちゃ言ったけどやっぱやるかやるか、やりましょう、ラジオ体操。やりましょう。書いとこ。もう朝は一回は一枠はラジオ体操をするでしょうって。うわ朝起きれるかな。起きれるかなっていうか起きなきゃいけないんだけど。もうじゃあもう明日から10日間これは絶対にやります。もうここに誓います。僕はやります。明日朝なかったわ。12時からやから明日はなんか9日間か。でもさこの私ねドラフト会議のオーディションの時もさもうほとんどショールームをしなかった人間やから、このショールームをさ9日間も10日間か毎日した経験がないんですよね。だから緊張してるそれはでも途中でさ辞めるっていうことは絶対ないのはもう約束できるんですけど、そのなんかどんな感じなんやろうと思って、なんか今はさこんなヘラヘラしとるけど、なんか10日後の自分がどんな風になってるのかなんか見物ですね見物ですねって言ったら変やけどさ、そう実際にオーディションの時ね全然やってなかったね。オーディションの時はなんでやらなかったかというと、ちょっとなんか人が来なさすぎてコメントがなさすいし視聴者数も少なすぎて、なんかマジでそれで本当にやりたくなくて、でやらないから余計にね人も増えないっていうあれでしたね。本当にねダメだったの、人気なかったの。そんなそんなあれがあったんですけど、そうすぐねなんかへこたれちゃうから、だからこうやってねあれですね、こんな風にみんないろいろねコメントしてくれたりするのはめちゃめちゃありがたいことですね。そうよ、いや指名はいっちゃん最後やった、ギリギリ50一番最下位でしたね。指名されてよかったね。テレビに入ってさこんなイベントとかもやる日が来るとは思わんかったわ当時。だから頑張ろう、手に書いとくね頑張るって。あ明日外出るのにこんなん書いたら恥ずかしいわ、書いてるけど。よしじゃあみんなちっちゃこれでこれちょっとスクショしちゃって頑張る気持ちをペンに書いたから、ちっちゃ油性で書いちゃった。頑張るぞ。おおよし、じゃあ明日からねよろしくお願いします本当にちっちゃいんだけど
頑張るって書いた。みんなも手に書いとく。毎朝手に言葉書いていこうかな。なんかどうしよう、普通に撮影とかの時に書いちゃいそう。花火したいんだよ私、シンプルに花火したい。みんなで手にさ落書きしながら働こうよ。おでこに、もう追い詰められたらおでこに書きます。難しいね、なんかさ、その配信ちゃんとするのがいいのか良くないのか。いや配信ちゃんとするのは絶対絶対いいことないけどね。4連休なん？あ、そっか、月火も休みなんか。4連休あんまなんか祝日とか関係なくお仕事とかあれやから、全然どうなるか分からんけど、お話し会がね土日にあるから、それがちょっとあれですね。土曜日は多分夕方なのかな、お話し会がまだいけるんやけど、日曜日がもうお昼12時ぐらいから9時10時まで配信できないんだよね。そうだから土日がね、最終日もねお話し会いるんだけど、多分やけどなんかそこはお話し会の会場のさ空き時間とかにも配信させてもらえると思うんよね、さすがに。そうそうそう、だからこまめなあれになっちゃうかもしれんけど、ここはよろしくお願いします。お話し会中に配信しときたいんだけど。お話し会ナフですみたいな。うんだね、忘れてた。そう、私家でお話し会やと思ったから着物ってしとったんやったわ。やば、着物そんなお話し会のとこで速攻で着れるかな。まあそこはね頑張ります。そう、まあそんなあれやけど、時間を使いつつやっていきたいと思いますので、よろしくお願いしますでございます。そんで明日のスケジュールは分からん、なんかこうした方がいいよみたいなのあったらツイッターに書いといて、なんかツイッターのハッシュタグ作ろう、私が参考にするから。何のイベントですか？明日から NMB48 のこうなんて言うんやろ、地上波でのこう番組出演権をかけたショールームのイベントが始まるんですけど、ロケをしに行く、上位5人がロケをしに行けるエモストっていうあれが始まるんで、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。そこはでもイベント名入れなあかんから、もうエモストワカポンとかであれいいんやけど、全然イベント名とワカポンさえ入ってればさ、それで私長いハッシュタグあんま好きくないんですよね。シンプルシンプル。でも自分の名前入れんとありやしな。ハッシュタグエモストワカポンでいきましょう。爽やきいらないから。なんかこう配信の意見とかあったらエモストワカポンにツイートしておいてください。そしてなんか
あ、なんかでも吉川カポン、あれやな、でもなんか撮ったんでみたいなんてよくありすぎてあれだよね。まあいいです、いいです、エモストのカポンでいきますそれでよろしくお願いします。シンプルイズベストということで、ツイッターにもねどんどん載せていくから、なんか今配信見とる人でフォロー、このツイッターとあとこのチャンネルをフォローしてないなって人おったら両方ねフォローをお願いします。この辺かな、ポチッと。そうツイッターに今日の夜にこの配信が終わったらこの明日のタイムテーブルとかも載せておきますので、そちらも見てお仕事とかのない時間によろしくお願いします。え、みんな今どんな気持ち？なんか最近さ癖ないよね、今どんな気持ちってめっちゃ聞いちゃうんやけどさ、なんか煽ってるみたいになるからやめたい、今どんな気持ちって。どんな気持ち？ないんだけど本当にねめちゃくちゃ言っちゃうの最近、煽ってない煽ってないたこ焼き食べたい、そういうこと、そういうこと、たこ焼き食べたい、そんな明日から、明日からなんかイベント始まるのどんなあれなんやろなと思ったけど、本当に参加表明してくれて嬉しい、ありがとうございます。気持ち、煽らない。マーベにオフショット載せてほしい、本当は最近送ってなかったね、じゃあ載せて送りますね、この後。また9月、ブブカさんも皆さん見てくれたんかな、送っとこ。よしちょっとメモとこ。何でもメモる。よしちょっと載せる。手に書くの。もう紙に書いてくれるんで、レペゼン地球さんはあんま詳しくないな。あ、手の頑張る消えちゃ、消しちゃった頑張るなくなっちゃった。ウケる、ウケないけど全然。あ、ツイートするって書いとこ。まあそんな感じでちょっともう一回ね、明日からのタイムテーブルをあとここ3日分ぐらいを一回立ててみて載せるので、ぜひぜひよろしくお願いします。後ろに貼っとこ、ハッシュタグもしとわかぽん、このハッシュタグ。そんなわけで一回ねこうサクサクこうタイムテーブルを持ち帰って考え直してみます。はい、こんなわけで皆さん今日配信見てくださってありがとうございます。ハッシュタグエモストワカポンって後ろの壁に貼っとこうかな、後ろの壁に貼ったとて何もないんだけど、別に自分で忘れそうやし、まあ、別にハッシュタグ作ったとてさ使わないからさ、あんまハッシュタグ作るの好きじゃないんだよね。まあでも今回はちょっと意見が欲しいので
て、とて、とてに引っかかるの。今日はこれね、タイムテーブル、タイムテーブル壁に貼るわ、明日から書いとこ。何でもメモするの。結構ね、人の意見とか意外とちゃんと聞くの、実は。あ、配信に何が必要かというと、これ全然関係、独り言やわ。ストップウォッチと時計、水。これ配信終わってから配信終わってからやることやけど、まあ、そんなわけで、そんなわけで明日から、明日のお昼12時から28日夜8時まで、長いけど皆さんぜひぜひよろしくお願いします。応援よろしくお願いします。せやな、明日はやから12時から始まるから、ちょっと待って、計算が11時15分に星捨てなきゃいけないから、12時の1時間45分前は10時15分、10時15分までに星を全部集めておいて、そして11時15分あたりにどこかの部屋に入ってやっておいたら星を3周投げれますので、皆さん頑張りましょう。よろしくお願いします。それじゃあ今日は本当にありがとうございました。この配信が終わったら星を集めておいてください、ぜひ。それでは皆さん、また明日からお会いしましょう。バイバーイ、おやすみなさい、ゆっくり寝てください。ありがとう、よろしくね。